先生どちらのお生まれなんですか？愛媛の出身です。愛媛、それはご両親がずっと愛媛にいらっしゃったからとかですか？そうですね、先祖代々愛媛の田舎出身です。ご両親は愛媛で何をされてたんですか？まあ、農協とか介護とか、まあ、その地元の仕事ですね。小さい頃はなんかどんなお子さんでした？まあ、悪さをよくする、まあ、元気な子供でした。医学の道を、まあ、目指したというかなりたいなとか思ったのっていくつ、どういった経緯ですか？高校生の頃に特に、まあ、将来のことも全然考えてなくて、まあ、夏休みに仕事の本を読んだ時に、まあ、医者が目に留まって、まあ、あまりその田舎で割と閉鎖的な空間でしたので、まあ、仕事のこともそんな詳しくなくて、まあ、やっぱ医者っていうと、まあ、そんな田舎の人でもすごいなって、まあ、やりがいもあるなっていうことを思っていて、でちょうど理系でして、まあ、勉強も得意だったので医学を目指そうと思いました。先生、医学部はどちらに進まれたんですか？愛媛大学です。まあ、部活をしっかりしてましたので、まあ、柔道部に入って、まあ、柔道とか筋トレとかを頑張ってました。一応あの医学部は医学部だけの大会があって、で中四国ではあの優勝してました。じゃあ始めますので、ね、結構通りにくいんですよね。まあその辺は抵抗がないところまで、ね、まあ、この辺でいいです。ちょっとデフレーションしてください。で、ドップラ、まあ、やることに切れ目が入るので。じゃあまた16でお願いします。じゃあデフレーションしてください。じゃあ終わりましょう。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。先ほど。終わりましたので、はい、着替えます。先生、今日 のオペはどんな手術だったんですか？今日はシャントの血管が狭くなっているのを、風船で広げる治療になります。それから医学部卒業されて最初どちらに行かれたんですか？最初はもう愛媛県の、まあ、愛媛大学病院をあの初期研修先でしました。まあ、ちょっと研修先愛媛大学なんですけど、あのタスキ掛けっていうシステムを利用して1年目はあの松山赤十字病院で働いていました。でそこの病院の先生があの九州大学系列の先生が多くて、まあ、かなり知識もまあ豊富 であの、まあ、やる気のある先生がすごい多くて、そこでまあ刺激を強く受けました。まあ、そこがすごい楽しかったですね。研修医自体もあのやる気のある人が揃っていましたので、すごい、勉強にもなりました。なんで先生腎臓内科医を目指したんですか？もともと透析を見たいと思っていて、で愛媛県は泌尿器科透析を見ているので、まあ、漠然と泌尿器科に入るものと思っていました。ただ、その松山赤十字病院ではあの腎臓内科が透析を見ていて、で内科管理を、まあ、透析患者の内科管理を行うのが、まあ、なんかすごい難しい症例とかも、まあ、どんどん治っていって、まあ、すごい腎臓内科ってなんかかっこいいなっていう憧れがあって、まあ、腎臓内科がいいなと思うようになりました。まあ、そして2年目に愛媛大学に、まあ、帰って泌尿器科も回ったんですけど、まあ、確かに泌尿器科も、楽しかったんですけど、まあ、メインは透析管理よりも泌尿器科の、まあ、手術とかそういうのが多くて、まあ、そういう手術とかをまあ、たくさんするよりも透析の管理をしっかり内科として行いたいなと思って、3年目に、まあ、腎臓内科で透析できる、まあ、九州の方に来ることになりました。先生、どうしてそこまでなんか透析に興味を持たれたんですか？それがまああんまり覚えてなくて、まあ、漫然と腎臓には興味があって、まあ、大学1年生の2年生の頃に生理学で腎臓の、まあ、尿細管の仕組みとかを学んで何か面白いなっていうのがあってですね、はっきりとした理由はそんなに覚えてなくて、まあ、なんとなく本能的に惹かれました。でも今元気そうですよね。だいぶ週間に1回は来た時ちょっとコンタミンの可能性があるんで、
ちょっと明日採血してそれ次第で。明日の採血次第で点滴検討して。はい。今度お嫁さんにちょっと1日1回でいいやつだけにしてもらうかどうかですね。そうですね。自己型だけでいけるんだったら、それでコントロールつくな、まあ、小森先生に相談して。ぜひとも配信に行きます。病棟ではどんな仕事がメインなんですか？大体他の病院で手術とかをされてその後のリハビリ入院になった人の管理ですね。やっぱり透析もしっかりしないとリハビリもうまくいきませんので、管理が悪かったら血圧が高すぎてリハビリできないということもありますし、栄養状態悪かったらリハビリをしてもなかなか筋肉がつかないとかありますので、それでは全体的な管理をしています。こんにちは。まあ、そろそろ施設の退院も考えているみたいですので、まあ、しっかりリハビリしていきましょう。で、明日血管外科の受診ですね。ではお願いします。リハビリ順調ですか？順調です。一応お家に帰るように調整しますので、はい。お家でしっかり動けるように頑張りましょう。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ頑張ってください。行ってきます。今どんな仕事されてるんですか？まあ、今日、転院になってきた患者さんの入院診療計画書っていう書類を作るのとリハビリのオーダーを入れるところです。入院してきた時は一番忙しいですね。僕が資料、そういう文章作らないと看護師さんの仕事が進まないのでよく急かされています。調子はいいですか？はい。血圧どうですかね？血圧は今のところいいことですね。じゃあ、まあ今の薬でいきましょうか。はい、先生、腎臓内科医を目指されて、次のその愛媛大学から次のステップってどういうふうなキャリアを歩まれたんでしょうか？3年目の時からは、製鉄記念八幡病院の腎臓内科で働きました。まあ、それは初期研修の松山赤十字病院の先生が、製鉄記念八幡病院で研修をされたというつてもありまして、まあ、そこから紹介してもらって、まあ後期研修という形で取ってもらいました。まあ、8年間しっかり腎臓内科を学ばせていただきました。で、まあ、その後はそろそろ、まあ、どこかに、まあ、仕事場を変わろうかなとも思っていた時に、こちらの病院ともいい縁がありまして、まあ、4月から小倉第一病院で働かせていただいてます。先生、愛媛から急に、あまり関係のないその九州、福岡に行くっていう時はあまり迷いはなかったですか？いえ、とても迷いはありました。すごい福岡が大都会と思っていて、まあ、愛媛の田舎出身なので愛媛大学があるところですら他の人からど田舎なのに僕にとっては大都会で、さらにそこよりも福岡は都会ですのでやっぱり怖いっていうのはありました。まあ、ですので福岡市に行くよりは、まあ、北九州がいいっていうこともありまして、まあ、まずは北九州のところに紹介してもらって、で北九州がすごい気に入りましたので、まあ、永住しようということで今こちらで働かせてもらってます。透析室ではどんな業務をされてますか？患者さんの回診は1日1回しなくちゃいけないので、まあ、回診をして検査とかをしている人は検査結果の説明をしたり、まあ、体重の変更とかがあればその体重の変更とかお薬の変更とかしています。こんにちは。体調変わりはないですか？はい。今できるんですか？あ、そうですか。大丈夫そうです。変わらなかったらいいんですけど、どんどん大きくなってくるようだったら手術がいるかなと思います。あと少し白くなってきたりとか破れそうだったら手術が必要です。音も聞いてみますよ。音も大丈夫です。じゃあ今日も頑張ってください。先生、小倉第一病院のご縁っていうのはどういった経緯だったんですか？もともと週1回水曜日に
夜の透析患者さんの回診のお手伝いをしていて、まあ、そこで中村院長先生とは、まあ、面識がありました。それでまあ自分が仕事場を、まあ、変わるときに、まあ、北九州市内で、まあ、どこの病院がいいかなと思ったときに、やっぱり大きくて、で手術もできて、まあ、やりがいのあるところといったらここしかないだろうと思って、まあ、こちらにしました。まあ、小倉第一病院の雰囲気はいかがでしょうか？とても職員同士も仲いいですし、まあ、福利厚生がしっかりしているので、まあ、皆さんの心にも余裕があって、すごい楽しいです。あまり職種間の壁がないなというふうな、イメージを抱いたんですけれども、そういったなんかことを先生も感じられてますか？そうですね、やっぱりその皆さん仲がいいっていうのもありますし、福利厚生で、まあ、アプリケーションとかを使って、まあ、お互いの感謝を送ったりするアプリもあって、まあ、そういうのでコミュニケーションは取りやすいんだと思います。あとまあ若い方も多かったりとか、お母さんの方も多かったりして、まあ、子供の話とかもしたり、まあ、いろいろ雑談もしたりで楽しくできています。自分のこの技術というものは小倉第一病院でだいぶ活かすことができてますか？そうですね、総合病院で、まあ、透析患者の合併症は、まあ、透析患者さんが入院になったら基本的に、まあ、腎臓内科が、まあ、見るっていうこともやってましたので、まあ、一通り全身のことは見れるかなと思ってます。やっぱりまあ今まで8年間製鉄記念八幡病院で働いてきてよかったなと、まあ、今すごい思ってます。体調はいつもの変わりないですか？ですね、はい、で前回までの接種でアレルギーとか大きな問題なかったですか？なかったです、はい、で今回も接種大丈夫ですので、はい、あと隣の部屋で打つようにしますね、はい、じゃあちょっと前でお待ちください。よろしくお願いします。こんにちは。体調はいつもの変わりないですか？特に、はい、問題ないです。で5回目までの接種でアレルギーとか問題はなかったですか？はい、良かったです。今日も接種大丈夫ですので、また前でお待ちいただいてよろしいですか？はい、なんか先生が今後小倉第一病院で、なんかこういうことやっていきたいなとか、なんか希望とか、夢とかあったら教えてください。まあ、やっぱり僕は小倉第一病院の職員になりましたので、まあこの病院が大切にしていることをしっかり守りながら働いていきたいなと思います。で、まあ、まずコンセプトの、透析患者さんの完全な社会復帰っていうのは、まあ、しっかり目指していこうかなと思いますので、まあ、しっかり透析管理をして、で働かれている方とかにはしっかりお仕事とかも続けてもらって、まあ、より良い透析ができるようにしていきたいです。まあ、それと、まあ、職員の方も大切にしていますし、まあ、これまでそのセラピー犬で活躍されていたハッピーちゃんもマスコットキャラクターとして大切にされていますので、まあ、そういったものもまあ、大切にしていきたいですし、まあ、今の院長先生とか前の理事長先生の、まあ考えとかもしっかり大切にしながら、まあ、この病院のためにしっかり働いていきたいなと思ってます。はい、先生今日は長い時間いろいろお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。